第5レース予選競争スタートまではまもなく残りは10秒となります。内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。1号線1号艇赤井がトップスタートを切りました。一周一マーク逃げる1号艇赤井に対して3号艇鈴木が巻き出すか。切り込んだら2号艇の間から5号艇古賀、内は4号艇矢野が続く。突破争いはサス2号艇伊能が逃げる1号艇赤井に迫ってくる。内は利用者が並走。この内側から3番手は4号艇矢野、4番手から3号艇鈴木が続く。スタートは正常です。2マーク2号艇伊能が先制ターン。1号艇赤井は握ったんですが流れました。この内側から4号艇矢野、あるいは5号艇古賀が続く。2号艇伊能夏樹が振り切って2番手が1号艇赤井セリナ、3番手今度は5号艇古賀が優勢か。アウトから4号艇矢野、内側から3号艇鈴木が続く。レースは2周1マーク。3番手は3号艇鈴木由美子が先丸が5号艇古賀が差し返した。握ったのは4号艇矢野マリナ。現在3番手らしい内5号艇古賀千秋わずかに前出るか。アウトから3号艇鈴木が食らいつく。この内側から4号艇矢野が接近です。ラニターマークは2号艇伊能夏樹、1号艇赤井セリナ、3番手5号艇古賀が先まっていく。握ってくる3号艇鈴木、内切り込んでくる4号艇矢野が迫ってくる。今度は内側から4号艇矢野、外は5号艇古賀も、まだ5号艇古賀が3番手わずかに優勢か。一定身リード最終周回です。1マーク3番手は内側抑え切って5号艇古賀千秋が先まっていった。切り込んでくる4号艇矢野4番手です。後方から3号艇鈴木、6号艇深尾が続く。上位体系は2番、1番、5番です。2対15、3連単49倍。ラストターンマークは差し切った2号艇伊能夏樹がシリーズ2勝目。後半は最終レース再登場です。ラストターンクリア。2番手1号艇赤井セリナ、3番手5号艇古賀千秋の順、2番、1番、5番で第5レースは合流。1着2番伊能五輪、1番赤井五輪、5番古賀五輪、3番鈴木、4番矢野、6番深尾が五輪です。